作品。同作者の漫画、ときめきトゥナイト第一部のリメイク版である。2002年から2009年まで、集英社の、クッキー及びその増刊である、クッキーボックスにて連載された。単行本は、同社のリボンマスコットコミックスクッキーから刊行され、2009年8月発売の休刊で、完結。高頭乱用はごく普通の女子高生。 最近付き合い始めたマカベ・アロンという彼氏がいるのに、密かに運命の出会いを求めている。ある日乱洋のクラスに、マシバ・シュンという不思議な転校生が現れる。そんな彼のことがなぜか気になってしまうランゼだが、実はシュンは、魔界の王子様で、アロンとは、双子の兄弟であった。魔界の王家の双子は不吉と言われ、生まれて、すぐに、過去の力の若干弱かった。 アロンの方が人間界に捨てられた。実は、封印されたはずのアロンの魔力が解放されつつあることがわかり、シュンは魔界の掟手に従い、アロンを殺しに人間界にやってきた。しかし、乱世の二人とも生きていてほしいという気持ちに心を動かされたシュンは、王である父親アンドレフと話をするために魔界に帰っていった。 その後、アロンの監視と、人間界にいるためのルールを犯した、魔界人を見つけ出し裁きを与え、強制送還するという使命を受けたシュンは、人間界の乱世のもとへ戻ってくる。ある時シュンとランゼは、乱世の父で、小説家の毛利から、京都に、魔界と人間界をつなぐかもしれない神社があることを、聞く。数日後に、京都へ、修学旅行に来くランゼとシュンは、 その神社を調べてくるように言われる。実は、この神社は千年前に、双子の王子が、叔父の策略によって対立させられ、それに伴った数々の事件の真相を知った兄のジャン、王子の魔力が暴走して、魔界の次元に穴を開け、弟のアレン王子や、魔獣のガルーシュと共に落ちた場所であった。ジャン王子とガルーシュは、 ガルーシュが放った化け物と共にその神社に封印されて、いたが、その封印をアロンが解いてしまう。しかし、千年前に死んだはずのジャン王子の叔父の怨念が、ダークとケインの父親で王の弟、ローディン教に乗り移り、その体を使って王座に就こうとしていた。千年前の怨霊と決着をつけようとしたンは、怨霊の道連れにされそうになるが、ガルーシュが怨霊を体に取り込み、 ジャン王子と共に、本来いるべき場所へ戻っていった。そして、双子の王子が、不吉とされる伝説は誤解であったことが証明される。シュンとアロンを産んだ直後に、二人の母親で、王妃であるターニアが、怨霊によって、深い眠りにつかされていたが、シュンとアロンの強い祈りの力によって、目を覚ます。魔界の騒動に巻き込まれた、ランゼだったが、王に、 ンとの交際を反対され、強制的に人間界に送り返されてしまう。リメイクにおける、設定上の大きな違いは、以下の通り。その他、魔界人の多くは携帯電話の着メロの音が、苦手といった新しい要素が付け加えられている。ありがとうございます。